双子座の奇跡。牛柄ヤギの仲良し双子姉妹のペペとポポ、二人は生まれた時からずっと一緒。でも性格はちょっと違って、ペペは元気で運動が大好き。牧場にあるヤギ橋に登るのも大の得意。一方ポポはのんびり屋さんで、お昼寝やお花を眺めるのが大好き。夏になると一日中ひまわりを眺めているなんてこともしばしば。そんなある日、ペペってヤギなのに牛柄って変じゃない？ヤギの子じゃないんじゃない？関係ないでしょ、ほっといてよ。あなたの妹のポポもヤギなのに高いとこ登れないじゃん。ポポのことバカにするのは許さないわよ。ポポをからかわれたペペは友達を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。ペペ、その日の夜、ポポはひまわりを眺めながらしょんぼりと涙が出てきました。ポポは優しい性格でしたが、運動や高いところに登るのはちょっと苦手だったのです。一方、友達と喧嘩をしてしまったペペも、仲良しだったみんなと遊ぶことができず悩んでいたのでした。次の日の夜、なんとポポが一人で橋に登る練習をしていました。怖い気持ちと必死に戦いながら登ろうとするポポですが、なかなか一歩が踏み出せません。わあ、ポポ！ポポは以前ヤギ橋から落ちてしまったことがあるのです。それ以来怖くて登れなくなっていました。叫んだペペには自分でもわからない涙が流れていました。ペペは先日からかわれたことに心が痛くなり、ぶつかって怪我をさせたことを申し訳ないと思っていましたが、素直に謝る勇気を持てずにいたのです。それからしばらくの間、一緒に練習をするようになりました。やがて季節は過ぎ、ポポが橋に登れるようになった翌日、ペペは友達に声をかけました。この前はごめんね。ううん、いいの、こっちこそごめん。一緒に遊べなくてずっと寂しかった。うん、私もそう。本当は羨ましかったんだ、ペペの牛柄。だってペペは牧場に来るみんなからいっぱい可愛がられているから。ポポのことも悪く言っちゃったから今度謝らないと。うん、ポポも橋に登れるようになったんだよ。二人はまた仲良しになりました。寒いね。うん、で
も雪がとっても綺麗。ヤギ橋に登れるようになったポポ、二人で一緒にいられることを幸せに感じていました。あ、見て、下を見ると周りには冬に咲くはずのないひまわりが広がっていました。二人が起こした小さな奇跡。その日、夜空には双子座が光っていました。